コスチュームナショナルはファッションデザイナーの遠慮カパッサが1986年に創始したイタリアのファッションブランド。本社はイタリアのミラノ。レディースウェア、メンズウェアの他にも靴、カバン、サングラス、アクセサリー、香水、下着などのプロデュースも手掛けている。ブランド名の由来はフランスのユニフォームを題材にした本の名前にちなんでいる。 同ブランドのセレブリティ顧客は、ミック・ジャガー、キアヌ・グリーブス、キャメロン・ディアスなど。1986年、日本で3年間、山本洋二の下でアシスタントを務めていた、エンニョ・カパサがイタリアに戻り、兄のカルロ・カパサと共にファッションブランド、コスム・ナショナルを立ち上げ、同年パリのファッションウィークにて、最初のラインとなる、レディースコレクションを発表。このレディースラインは、 現在でも毎年パリで行われるファッションウィークにて発表され続けている。1993年、イタリアメンズファッション見本誌であるピッティングオモにて同ブランド初となるメンズコレクションを発表。メンズラインは現在でもミラノコレクションにて定期的に発表されている。1995年、初の期間点をローマとロサンゼルスに続き、ミラノ、東京、 ニューヨークにオープンさせる。2004年よりは各幅広い顧客層をターゲットとしたディフュージョンライン CNC をスタートさせる。2010年イタリア大手のファストファッショングループオブスインダストリーとの新プロジェクト EE コールを発表。デモクラティックファッションをテーマにしイタリアのハイファッションブランドのテイストを誰にでも手の届く価格で提供する新しいファストファッションラインを 2011年2月よりスタートさせる。2011年東京、青山に新たな機関店をオープン。同時にアート、建築、デザイン等様々な分野を横断的に移動しながらより鮮明的なコンテンツを提供していくためのスペースもオープン。建物の名称はコスムナショナル青山コンプレックス。2005年イタリアのオートバイ製造メーカーである。 ドゥカティ社とコラボレーションし、T シャツ、ジャケット、ベルト、スニーカーといった限定コレクションを発表。2006年には、ドゥカティ社のオートバイ車種の一つ、ドゥカティモンスターの限定モデル、ブラックドゴもデザインしている。また、2010年8月からは、日本ではインテルの略称で知られている、イタリア・ミラノを拠点とする、名門サッカークラブ、インテルナツオナーレのデザインも手掛けている。 2007年、ブランド創設21周年記念として、他のブランドとの多数のコラボレーションが発表されている。自動車製造メーカーのアルファロミオとは、車種の一つである147シリーズの限定版を発表。世界的なウォッカブランドの一つである V&S 社のアブソルートとコラボレーションして、限定のウォッカボトルもデザインしている。また、 21コスムナショナルという21周年記念写真集を作成。デザイナーであり、オーナーの一人でもある、遠慮かっぱさのキャリアや、これまでのコレクション等が200枚の写真でまとめられている。この写真集のために、テリー・リチャードソンや、ピーター・リンドバーグといった一流のファッションフォトグラファーたちが、デザイナー本人の友人でもある、ミック・ジャガーや、キャメロン・ディアスなどを取り下ろしている。 2002年には、同ブランド初のフレグランス、セントを発表。上皇氏は、フェラガモのインカント等を手掛けた、イフ社のローランブリュイエール。製造は、日本の金棒化粧品。同ブランドのフレグランスは、セントグロス、セントインテンス、セントシアーなど、セントシリーズで一貫されているものが多い。2009年には、メンズフレグランス、オムを発表。 同香水は2010年にはパフュームアカデミーにおけるベストメイドインイタリープロダクトアワードを受賞している。また同じ香りのボディローションやシャワークリームも発表している。ありがとうございます。